ジェニファーリン・コネリーはアメリカ合衆国の女優、ニューヨーク州出身。当時、父親のジェラルド・コネリーはジュニア向けのファッションデザイナー、母親のアイリーン・コネリーはアンティーク品のディーラーをしていた。母方の祖父母からはロシア人、ユダヤ人及びポーランド人の父方の祖父母からはアイルランド人及びノルウェー人の血を引いている。英語の他に、 普通語、囲碁に堪能。学業と仕事のバランスを取りながら、イエール大学で2年間にわたって、英語学と演劇学を学んだ後、スタンフォード大学に転入して、古典演劇と即興演劇を学んだが、卒業するには至らなかった。両親の友人の勧めで、モデルになる。コマーシャルや雑誌の仕事を経て、1982年にテレビドラマ、 テールズオブザアンエクスペクティッドのザ・ガールの会に出演して女優デビュー。そして1984年にワンスアポンアタイムインアメリカでヒロインの子供時代役を得て映画デビューを飾った。1985年のフェノミナで特に日本ではポストブルックシールズとして注目され数社のコマーシャルに起用日本語でのレコード発売。 映画雑誌の表紙を飾るなどして、アイドル的な人気を得た。その後はやや低迷し、ホットスポットを皮切りに系なつの映画でヌードを披露した。2000年のレクイエム・フォー・ドリームの演技が評判を呼び、インディペンデント・スピリット賞助演女優賞にノミネートされた。ついで2001年公開のビューティフル・マインド・でアカデミー助演女優賞、ゴールデングローブ賞助演女優賞、 英国アカデミー賞助演女優賞、第7回放送映画批評家協会賞、助演女優賞、アメリカ映画協会賞年間最優秀女優賞を獲得し、演技派女優として認められるようになる。2005年には、ほのぐらい水の底からのリメイク、ダークウォーターに主演。俳優以外の活動では、バレンシアガやレブロンの広告等を務めている。 2005年にアムネスティインターナショナル USA の人権教育大使に任命される。ピープル氏などの世界で最も美しい50人に選ばれたこともある。ジェニファー・コネリー・バイオグラフィー。バイオグラフィーチャンネル A&E テレビジョンネットワークス2011年8月16日閲覧。モニター。エンターテイメントウィークリー26。ジェニファー・コネリー。 エッサンブロークハービーガニズムハットジェニファーコネリーハド A1 ヒットインジャパンザグラハムノートンショー YouTube 2020年12月5日閲覧ありがとうございます